下克上。どうも屋敷です。今回もイエスロー企画始まりました。で、今日打つ機種は、まあ、見てもらったら分かる通りエヴァンゲリオン魂の奇跡です。で、まあ、なぜこの機種にしたかというのは、まあ、打ちながら説明していきたいと思ってます。で、まあ、でもちょっと今お見せしたいのが、この台の特徴としてはやっぱ下パネのレイのフィギュアですよね。今はこれ消えちゃってるんですけど、別途したらこうやってつくと懐かしいっすよね。で、まあ、ちょっとイエスロー企画、まあ、今回から見始めたよっていう方のためにも一応もう一度ルール説明していきます。サイコロの出目、サイコロは後で振るんですが、それで設定をまず決めると。で、8時間実戦で、もちろん延長もありで、これのルールとして、最終的に負けたらマイナスになったら次も多分続くと思うので、その機種を自腹で購入しないといけないと。で、プラスになれば250枚区切りで Amazon ギフト券をプレゼントしていただけるということなんで、本当にこれやっちゃいけないのがちょいマイナスで、次の機種を自腹で購入するのが多分一番痛いパターンなんで、まあ、ちょいマイナスで終わるぐらいやったらちょっと延長させてもらってプラス目指すっていう感じにを目指した方がいいかなというようなルールでございます。なんで、まあ早速サイコロ振っていきましょう。全てが決まるこの一振り、はい、見てないっす。はい、じゃあこれで設定変えてもらいましょう。頼む、これ手セットったらマジ積んでるっす。下克上。それでは早速エヴァンゲリオン魂の奇跡打っていきましょう。はい、まあなぜこの台にしたのかっていうのは、まあ本当シンプルなんですけど、この台発信で僕パスする始めたんですね。まあ結構収録とかで話してるんですけど、まあほんまにこの台からホールでパススルーをし始めました。で、その頃は、まあ、ほんま今10年前とかなんですけど、メイン張ってたんですよね、この台。もう一島二島全部この台みたいな感じでホールも丁寧に扱ってたし、で、何よりこの台高設定むちゃくちゃ安定します。機械割り112とかやったっけな。だから1日打ったらマジで 4,5,000 枚硬いんちゃうのっていうぐらい高設定は安定してました。だから逆に言ったら低設定の割が確か95とかめっちゃ低いんで鬼畜です。で、まあ触ったことないよっていう人のためにざっくり説明していきます。まあ右押しというか、まあ、逆押ししていきます。で、逆押しで、まあ、下段にバーが止まったら、まあ、ベルかスイカ強スイカで、チェリーの場合はもう右のチェリーで払い出しあるんですよ、この台って。だからこう止まったらもうベルか強スイカか弱スイカか単独かみたいな感じです。チェリーがだいたい10回に1回ぐらい当たって、強スイカでだいたい 4,5 回に1回ぐらいかな。弱スイカはだいたい 3% ぐらいだった気がします。まあ、若干設定差あったような気がしますね。チェリーから即発展しました。で、まあ、チェリーやからあんま期待はできないんですけど、フラグハンですね、いろいろあったんですよこの台あるけど、なんかなんだかんだ言って僕的に簡単だったのは、上段に右から赤なら狙って、で、これは外れか、これは外れですね。上段に赤なら止まったらもう赤ケツで、赤か化けかみたいな、で外れたらまあ黄色か黄色どうしよっかみたいな、で青まで滑ってきたらもう青どうしよっかこのノーマルビッグかみたいな感じで、結構逆押しのフラグ察知が分かりやすかった気が覚えがあります。とは言っても、まあ、10年前で、ね、そのやり始めたばっかで、まあ、ほんま四股玉打ってたんですけど、まあ、その当時は、まあ、エンジョイ勢やったんで、それガチで打ってなかったんですよね。設定をガチで狙いに行ったりとか、この左リリールが4コマ滑ったからどうとかこうとか、ここをビタでこう止まったから、まあ、青ドラ確定やとか、まあ、そういう法則とかはちょっとねそこまで詳しくないので多めに見てもらえたら嬉しいです。ただむちゃくちゃ面白いですこの台、マジで A タイプの完成形と言っても過言ではない。まあ A タイプの最高峰っすね、僕の中で。で、まあ A タイプやから、まあその8時間打ってもね、まあなんか目指そうっていう話なんですけど、まあ、とりあえずフラグ全部で5個あります。同色ビッグ3つ、あとこれ、ノーマルビッグで、払い出しがこれ400枚ぐらい取れます。で、これが250枚ぐらいで、バッキーが100枚ぐらいですね。全部で5種類あるんで、これ全部引こうよって話ですね、とりあえず。と50ゲームで連チャンすると音楽変わります。
サウンド変化するんで、僕集結のソノエが一番好きだから、50ゲーム以内にノーマルビッグ連チャンしたら集結ソノエ聞けます。それ聞きたい。あとはロンフリ弾きたい。これ一番弾きたいっす。スペシャルムービー流れて、あの一枚役プラススーパービッグでロンフリ起きるんですけど、確率が8192分の1、なんでまあゴッドと一緒の確率ですね。これが一枚みたいな。おい、チェリーで即発展しました。これだ、あのタイトルの色が赤と水玉ありますよね。うっ、ちょっと待って。あ、これあれか、覚醒リプレイか。スイカリプレイ、リプレイで覚醒リプレイいきました。でこれ RT 入りましたね。マジ、いきなり入ってもたわ。ゲーム数なんぼ99っすね。いやー、なんかいきなり珍しいもん引いたな。レアっすね。まあ普通は天井で発動するんですけどね、暴走モードからの覚醒みたいな感じで。懐かしすぎる。超えた、超えてしもうた。覚醒モードいきましたね。まあ当たるまで続きます。うわー、 BGM ええなーこれ。ちょっと初当たりからイレギュラーな感じになりそうですけど、とりあえず投資は抑えれそうっす。助かる。5からの仮設5号機発進起動。チェリー、あ、これ高速フラッシュなんで、まあ、チャンスアップですね。あと十字フラッシュとかもあったよな確か。まあ、いろんなチャンスアップがあって、で第6の人に変わりました。大チャンスで赤帯っすね。ちょっと狙っていく。いやでもなあ、どうしよう。まあ一回エース見たいな。でもエース見ていきましょうか。ヤシマ作戦、うわええー、なこれ。なんかやっぱホールでね、その売ってる感覚とこの家で売ってる感覚全然ちゃうんですよね。ああ、はい、当たったっす。いきましたね、カン。はい、初当たり八島作戦成功でいきました。133ゲーム。ああ、かっこいいなこれ。そうそうそう、こんなやったな。いいね。これはリプレイかな。おー、ノーマルビッグですね。あー、はい、テンパイボーナスが消えなかったっす。これ大体250枚ぐらい取れるボーナスですね。あれ、あ、そっか。え、今、え、なんでこれ、あ、覚醒中やからか。覚醒中やから消えんのかこれ。しょっぱなから聞いちゃいました、集結のその絵。レンチャン50ゲーム以内でもじゃなくても引けるんですね、こうやって。で、チャンス言ったときは、まあ、中、枠内赤、右赤、で、左チェリー。で、14枚取って、これで最大ゲット。あとは、もう敵投資ですね。まあ、こうやって小役フォローしながら。まさかの、で、その目標としてたもんが、いきなり引けると思わへんかった。はい、250枚払い出し終了。払い出しが、まあ、払い出しは284枚か。獲得259枚。どんどん行くわよ。で、これ中段にでベルテンパったから、もう基本的にベルなんですけど、まあ、あとスイカもあるか。それが第3停止で外れたりとかしたら、中段ベル外れで黄色ビッグとか、黄色ボーナスとか、あとまあリプレイも上段でね、そうテンパって外れたら、まあ、基本的には絶対揃うんですけど、外れたら法則崩れで青7とかとかもありましたよね。これはペンペン左出てきたからまあデフォで、右側出てきたらまあちょっとチャンスアップで、あと赤もある。赤が結構熱かったよな。ありえないわ。そう、基本的にリスコがベル対応で、でレイがリプレイ対応とか、まあ、キャラによってあるんですよ。アスカやったらチェリーとかけど、だからその法則崩れで当たりっすね。
これ発展するでしょう。あ、テンパった。はいはい、初号機出撃。変わらんか。変わらぬ。はい、青までズルンと。ノーマルビック否定したから、あるとしたらまあ青か黄色か。そもそも当たってないか。当たってないですね。金きた。なんかでも外れることもありましたよね。さあ金シャッター開きましたね。はい、さあ何やろこれ。強制が、強制がです。でレイ出撃。これレイ背景とかあったよな。タイトルがちょっと狙っていきますか。青丸タイトル変わらん。いやこれ金外れてたかもしかして。怪しい。危ないですねこれ。結構演出弱いから。どう倒せレイ、頑張れ、いけ。あーほらね、外すよな結構。そんなに強かったイメージがあんなんかないっすよね。あでも警報なって。はい、これレア役かな。弱水か。あーこれどうでしたっけ。なんかなー当たってへんのかな。レイ予告を出したら当たり。まあ、この間の演出が変わるってだけっすね。20ゲーム間当たる時の演出が、このレイ予告が出るっていうだけ。あっ、おお、金。ごめんなさい、申し訳ない。はい、当たりました。いいね。これリプレイですね。なんか揃ってるように見えるけどリプレイっす。バケバケはもう全部適当で100枚ぐらい出てきますね。虚しかったよなこれ。結構これはちょっと察知していきましょうか。あーこれちょ、待って、これ負けなんかな。狙う。はい、あー負けっすね。せやんな。ここ右ペンベル以上あかんか。おい、金シャッター来た。なに、うお、中段チェリー。これもう揃えちゃう。それ揃うっけ。バー揃う。あーちゃうか、揃わんか。はい、これは当たってるでしょ。狙っちゃうよ。スーパービッグがいいな。いや、バケーなんすよね。そのまあ今回こういう企画なんで、普段うちのチャンネル見ないって方も見てくれてる方もいらっしゃると思うので、まあ普段はね、マコロスロバチステーションっていうチャンネルで、ホールで売ってます。ホールで、まあ、現行機種売ってそれを収録して配信してます。でまあその中でも、まあ、ミッションとかカステラレットとかしてるんで、よかったら見てみてください。あとサブチャンネルでスルパチステーションっていうなんかひらがなのやつとかもあるんで、そっちも見てください。ミッションもあるんでそっちも。よかったら見てみてください。結構ハマってきたな。300ハマっちゃいました。対決。お、バスケ。一応卓球よりバスケの方がちょっと熱いですね。とは言っても弱水化やからな。タイトルも普通やし、さすがに厳しそう。決まって、いやーマジだったなこんな演出。ダメー。あ、そうなん。あ、強制がですね、ごめんなさい。でもちょっと目打ちミスったかな。ちょっとビザで止まってた、ごめんなさい。うわ、バケやめてくれー。否定した。さあ発進、第6の死闘ってことはこれ赤あるぞ。ベルで赤体ですね。ちょっと演出見ましょうか。さっきも見たけどちょっとこれやっぱ好きなんで。リプレイね。なんかリプレイなんか揃いまくったら青ならちゃうかみたいなありましたよね。どっちかな。やられてるし。はい、ただち
復活パターンですね。はい、当たりました。さあこれでスーパービッグですね。どっちやろうか。でスーパービッグいたときはバードレーさせれるんですよ。あ、カオル君来た。バードレーさせれて、でそれでスペシャルムービー流れさせることができるんですよね。で赤か、あ、青か、青まで滑ってきなかった。青ですね。さあ青同色なんで手順が違うんですよね。青の場合は左枠上2コマに2コマか枠上にバーでこれで成功で、右に、枠上2コマ枠上バーでこれ成功で、中リールは上中段にバー狙いで、これでバー揃いでプチュンしてスペシャルムービーで、これが設定差あるんですよね。これ第三神東京か、いやちょっと待って、これ美里のリスコ かこれが、一応中くらいかな。あとリリスと第三神東京があって、第三神東京が一番寒いですね。あのプチュンと音聞きたいがためによう揃えてましたよね。まあ設定判別もできるしね。さあこれでこの後カオル君がまた出てくると、これがかっこいいのよな。約束の時だ、しびれるわこれ。でこれ揃えたともむちゃくちゃかっこいいんですよ。ここ、いやーいいなーこれ。でバー揃えたから洞窟へのモノローグに音楽が変わると。いやー結構ハマってきたな。でも407ゲームハマった。ちょっと不安材料ではありますが、まあでも絵も見れたんでよしとしましょう。はい、2番とここを下行って上行ってまた下行って上行ってみたいな感じですね。揉んでます。あっつ、これロー振り来い。ああさすがにないか。今の勝負りいいっすよね。カハントゾが懐かしい。今の勝負りも白赤水玉ってありましたよね。もう一個レインボーもあって、白は一番寒いけど、でこっからチェリーやからまだいいんやったっけ。だから強水がいた時が一番寒いんでしたよね。揃っちゃえ。あー外れた。まあでもフラッシュが普通やから怖いなーっていうところっすよね。レイ背景もないし、ただでも第6の人やから期待度アップで水玉オッケー。勝負に一発目外したくないもんな。いやーでもこれ負けが怖い。でもこれ負け出したらうっかーあかんか。まあ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 勝負にが当たってくれたんでオッケーっす。当たってるか。当たってたっすね。いやごめんなさい、弁当じゃ、スイカじゃなくて単独の可能性もあるな。赤7っすね。あでもこれチェリー引いてるんでこの場合は逆押しでそのまま揃えますね。はいオッケー。チェリーの時はもうなんかその条件がないんですよね。はい2回目スペシャルムービー、一番その設定的に弱いやつのムービーですね。バケかい。はい、まあまあまあ弾けるだけありがたいっす。今だいたい総回転数が2000超えたぐらい、もうちょい言ってるかなんですけど、ガッサーが215分の1でちょうどサマイがマイナスいっちゃいました。え、まあ、ベルカクとあと弱水が弱って設定差あるんですけど、そこまで良くないんですよね。まあ化けに寄ってんのがちょっともったいないかなっていう感じはあるんですけど、今のところまあ下ではないけど最高設定もないかなっていう、まあ、よくある感じかな。子役はだいたい今中間設定ぐらいです。だからまあほんまにあって中間4とか5とかなんかなっていう今のところ予想っすね。3、4、5あたりの可能性がある。うん、まあ、たまにやるやつやる。ああそういうことね。まあ5個あるし5種類あるし、どれかまあ5分の1で当たる。俺ほな異色ビッグかな。いやいい数字やろこれ。ああちょっと待って、ちょ早く決めて。これ当たる当たる。これ十字フラッシュしてるもんこれ。レグ、いやちょっと待ってや、今日めっちゃレグ引いてもんな。まあでも異色ビッグ、いやこれもう右から押したら決まるけど、エース見るかほんなら。
十字フラッシュやからな、さすがに当たってほしいけどね。あでも弱い、どう外れたくないんやけど。あーこれ痛い、ちょっとお預けっすね。確か天井前300、200ぐらいから期待値ありましたよね。もうすぐ期待値が生まれますね。おい、これまあ勝負率じゃないですけど、えてかこれ多分、えこれ今日じゃん、今日共栄国じゃん。ほらバスケないでしょ。でしょっぱな第6試合やったんで、これ共栄国っすね。めちゃめちゃ熱い。何引いた、え単独かなこれ、確定でしょ、違う単独、あこれ以外進撃出撃ね。えこれ 100% やったっけな、いやちょっと分かる、ちょっとうろ覚えやから何とも言えんけど、第5の人倒せるやん。ちょっと見ますか、演出水玉ね。さすがに勝ちましたわ。おおすごいデミア矛盾ベルとか、スイカやのに、はいはい、リーチ目っすね。さあどっちかなこれ。まあ当たってるのは当たってます。さあ問題は何が出るか。結構ハマったな、491ゲーム連れてかれた。はい、これで当たり。おお、何や、よっしゃよっしゃ、オッケーよっしゃ、嬉しい、勝ち取った。一色ビッグ追加じゃないって。14枚ぐらい変わるから、うわー終わってもうた、もったいないこれ。枚数少ないな、247枚。まあまあまあしゃあないっす。あセンキューコーラいただきました、ありがてえっす。おう、あーでもこれそこで止まったらあかんねよな。あー弱水がやんな、もっといい。あでも今なんかフラッシュあれやった、どうやで。これも一応そのいろいろチャンスアップ種類があって、これはまず赤で、で一回演出見ましょうか。でこれあーなんか照準合わせるのが一番強いんですけど、警報鳴ってる。あと連打もあるんですけどね、これは多分寒いな。一応でもタイトル若やったんでなくはないぞ。でフラッシュも違ったし、倒せ。あーいった、ちょっと当てましたね、弱水がなかった。これ結構ラッキーパターンですね。赤蹴って青まで滑ってきたから、まあ蹴つ青かな。うん、一色ビッグっすね。オッケー、2回連続が一色ビッグ。よし見とくか。はい、何が出る、リリス。いやー違うか。まあでも一応高設定したではありますね、まだ。はい、さあリリスお願い。いやー違う、リリスが来ないっすね、なかなか。これで一気に増えたな、もう1000枚弱よ今の流れで。まあだいぶ波には乗れてきてるけど、まあこのまま勢い大切にいきたいですが、まあやっぱ結局ねもう時間も過ぎてきてしまってるんで、まあそろそろ第6の人とか、まあ、ロングフリーズなり引きたいっすね。要は絵代わり欲してるんすよ。あと2時間ぐらいか、ちょっと本気出すか。そろそろちょっと本気出していかんと時間内に引かれへん可能性があるんで、急ピッチでいきます。超える、超えた、 OK 来い。あバッケかよ。さあ、あーこれはバケか、バケっすね。いっけ、これはでかい。はい、終了時間までもうあとこれだけになってます。あと39分ぐらいですね。
あかん、ついに飲まれてしまった。寝玉なくなっちゃいました。レイアップアルト決めろ。これは入るやろ。よっしゃ、オッケー、入った。びっくりした。これでまあもうアラーム鳴ったんですけど、一旦まあその8時間は終了しました。なんですがまあちょっとね、当初目標にしてたそのまあローンフリー、あ、ごめんなさい、ローンフリーもまあ弾けてないし、でまあそもそもそのキーロビックスらも弾けてないんで、まあもう少しちょっと打とうかなと思います。まあ絵代わりもないしな今のところ。何やったっけな、忘れ、それがめっちゃおもろかったな。おっ、ショートフリーズ、ゲロ、うわー、消えへんか、久しぶりやなショートフリーズ。よし、弱水化やからまだレイハーキ、おっしゃ、きた、やっと引いた、やっとビルだってよ、これ外したくないな。タイトルは変わらんで、これ標準合わせるやつが一番強いですけど、連打系か、まあまあまあいける、連打系外したくない、いけよ、嘘、マジマジで嘘でしょ、復活せえへんか、うわレイハイキャ、おいしおっ引いてもだー、やっちまったー、8192分の1、1枚200プラススーパービッグ、いやーよかった、今の前振りやったね、今のショートブリーズ、レイハーキャ外したのは。ボーナス、ボーナス、久しぶりに見たなこれ。1枚やから、まああれか、そうっす、あー取りたいです、まあ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 、まあ、オッケーオッケー、もうとりあえず黄色来てくれたら最高の締まりっすね、これ黄色ビッグマジ頼む。あー、おっか、まあいいやろ、全然オッケー、よし、ありがとう。しかもマイナス今120枚なんですよ、プラテンで終了です、完璧や。下克上、最終合算が232分の1、ビッグ423、バケ517分の1、で子役がベルが大体8分の1ぐらいで、でチェリージャクチェスねが大体62分の1ぐらいで、ジャクスイカが76分の1ですね。だから良くないっす、正直。まあでも中間ぐらいの設定差あるところは引けてると。で合算もそんなにあれなんで、ぶっちゃけあのバーゾロイのねリリースもいけてないから、あれもう高設定差2分1でくるから、そう考えたら設定は多分6はないかなっていう、だから全てにおいて結構中間っぽいんで、予想は4、恒例のチェックやらせてもらいましょう。はい、じゃあ設定見ていきましょう。開けましょう、オープン。いやこんなん合算も4ぐらいやし、絶対4でしょ、言いますよ、ここに4って絶対出るんで。はい、うおー、嘘やろマジ5あんのこれ、じゃあこれの引き弱か、いやこんなんなるんか、はぁ、てかまあ俺この間も5やったし、結構サイコロが上がってきてますね。まあでもプラスやからいいかね、300枚プラスやし、アマゾンギフトがもらえるし、まあいいでしょう。こんな感じでまあサイコロ運さえ良ければ負け続けることは、負けることはないと思うんで、もうこの企画全部買ってやろうかなと思います。じゃあ次の実戦も頑張ります。ありがとうございました、お疲れ様です。この台はもう人とマシンが融合します、すいません、キャフー見てこれかっこいい。でこっからがマジで超面白くて、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたにサクセスな一日でありますように。